はい、どうも皆さんこんにちは、ベルサスです、今回はですね、乙女神楽なんですけど、ちょっとね、久々というか、まあなんかちょっと珍しいなみたいな感じだったので、ちょっと動画に一応収めておこうと思って、回しております。今やってるこの真冬の浦山スキー合宿、僕前回動画出しましたよね。確か1月の2日か3日ぐらいに出したと思うんですけど、カレンダーがもらえるこのイベントで久々にまあなんかポチポチずっとしてたんですよ。暇な時とか、今ちょっと僕家でその外注作業っていうのをやってて、その働いてるっていうか、まあお金もらってるというか仕事してるんですけど、それの合間とかにこうポチポチポチってつっててたら、いつの間にかこんなまあそのサインまでは僕いらないんで、まあこのランキングをキープできればいいなぐらいで思ってたんですけど、正直僕200位とかそんぐらいかなって、100位とか200位とかそこら辺だろうなと思ってたら、意外と上行っててちょっとびっくりしたっていうのをちょっと動画に残しておこうかなと。まあ一応そのまだイベント始まって数日ですし、あとこれから1週間ちょい期間はあるので、まあ変動大きく出てくると思うんですけど、まあこんぐらいでしたねっていうのだけ報告しとこうかなと思っております。でこれまあ、どういう風にやったかっていうのが、まあ、簡単に言えば、イベントの回り方はもう固定というか、やり方はほぼほぼ固定なので、まあ、それになってきちゃうんですけど、まあ、一応言っておきましょうか。まずですね、パーティーというか、チーム編成なんですけど、このチーム編成で回ってます。星4オンリーです。星5がまだ俺一体も出てないで、ガチャを引いていないので、まず第一条件としてガチャ引かずに星4だけでまずここまで行きました。で、あとはアイテムなんですけど、スタミナドリンク系はめちゃくちゃ俺持ってたんですよ。まあずっと買ってたんで持ってたんですけど、スタミナドリンクが確かね、 L が最初60個持ってて、増えたり減ったり繰り返しても20個で、多分ね50個ぐらい使ってるかな、50個ぐらい使ってます。で僕今スタミナが167なんですけど、で M と S も、まあ、ちょっと持ってたんですけど、でも言うてそんな L3、4本分ぐらいしか持ってなかったです。あの S に関しては。で M も10本分ぐらいかな。だから総じてスタミナドリンク L の個数でいうと、まあ、80個弱ぐらい使って、こんな感じです。でこの状態でいけるわ。簡易探索チケット今699なんですけど、これ僕今課金してなくて、なんだイベント探索パックみたいなやつかは課金してなくて、ちょっと前お正月とか、あとハーフアニバーサリーの時に簡易探索チケット100枚と神楽石何個とっていうなんかセットがあったじゃないですか。あれを買っていたので、その分を使ってるっていう感じですかね。まあ多分ここはね、ぶっちゃけ500円払ってイベント探索パックみたいなの買っても全然いいと思います。っていうかイベントじゃねえや、カレンダーとか、まあ、イベントの景品とかを普通に買うってなった時にいくらまで出せるかっていうのを考えたら、まあ、3000円とか普通に出せるよなと思って3000円パッと出して買ったっていう感覚であれば、イベントで結構簡単に進められるんですよね。っていう風な感覚なので、僕の中ではイベントきついきついっていう割にはそうでもないし、課金ゲーだって言われればそうでもないかなと思って、まあ、ただで景品手に入れるよっていう風な考えだったらちょっとそれは違うかもしれないんですけど、純粋にその商品を何千円で買ったオフィシャルサイトで売ってますみたいな感じでやって、みんな普通に買うよなとか、例えば、生写真だったりとかパーカーだったり T シャツタオルとかそういう系を皆さん買うじゃないですか。2000、3000とか7000円とか普通にかけて、でもしそれが普通にこういう景品で出た時に渋る人って結構いるんですよ。でもよくよく考えれば、公式サイトで買える値段分課金してその分で確定は買えれるっていう自信があるんだったら、全然その分課金してもいいのかなと思います。グッズ結局皆さん買うのであればそこは変わりねえだろうなっていう気は俺するんですよ。なんでまだ僕的には今のところ課金まだしてないんですけど、3000円とかだったら全然課金してもいいかなと思います。あのカレンダー普通にまあ2000ちょいとかだよね。カレンダーって普通に買ったら、まあ、安くて1500円とかだと思うんですけど、まあなんで1500円から3000円ぐらいは課金してもいいのかなっていうイメージが僕の中ではあります。でも一応その今のところ無課金、まあ多少
過去課金したものが残ってるっていうのもあるんですけど、でも一応そんぐらい残ってますね。で過去のイベント全部一応やってきているんですけど、まあここら辺でろ過しきれてないものとかめちゃくちゃあるんですけど、あの簡易探索チケットを毎回そのイベントをクリアして交換していって、でその時チケットを使わずに交換していったんで、そういうツケというか残ってたものもたくさんありましたので、結構いけたのかなっていう風な感じですね。なんでまあ今回確定枠入れればちょっとそれは嬉しいなっていうレベルで今やってます。でここまで来たらやりたいですけどね。まあ僕もちょっとやっぱまた仕事が始まりましたし、あと大学の行事とかもちょっといろいろあるので、ちゃんとできるかどうかわかんない、まあ、時間見つけてポチポチやれば結構いけるんで、そんな感じですね。であとこれ乙女神楽って一日中ずっと張り付いてなきゃいけないとかそういうわけではないんですよ。まあ張り付いてた方が確実ではあるんですけど、空いた時間に集中して一気にやるとか、もう1時間って決めたらその1時間ずっとそのポチ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 やっとくとか、そういうことすれば結構点数も稼げるので全然いいのかなっていう気がします。なんで今のところまあそうだな、星4だけで僕結構やってるんで、そこまで難しくはないかな。あとガチャ一体でも出てフル覚醒しとけば、どんぐらい出るんだっけ、特攻キャラだったらめちゃくちゃ倍率かかるんですけど、そうじゃなかったらそんなかかんないんで、今4体で 1.3 倍だから、1体いれば 1.6 倍ぐらいになるのかな、俺のパーティーだったら多分普通のガチャの星5でも。まあなんでガチャパッと引いてパッと出て、ああ使おうと思ってやったら全然いけると思う。ただ僕よりも高い点数叩き出せる可能性ありますね、僕よりも少ない探索で。まあ、そこの部分は絶対的に出ちゃうんでどうしようもないだろうなっていう感じはあるんですけど。ということで、1日1回優勝限定、15時になって復帰したんでやりますか。僕ねちょっと前に結構買ったん、あとハーフアニバーサリーの時に結構買ったんですよ実は。なんかなんとかパックみたいなやつを。なんで結構余ってるんですよね優勝系。これで出れば一番いいんですけどね。でもなんか10連とか引く気になれなくて、10連とかは引く気になれ、まあなんだろう、イベントスタミナ管理が一番大事なんですよね。簡易探索チケットは別にどうとでもなるんで、言ってしまうと買えばどうとでもなるんですけど、一番きついのってスタミナなんですよね。なんでスタミナの管理ちゃんとしとかないとちょっときついなっていう風な感じですね。まあやっぱ乙女神楽最後のイベントっていうこともあって、やっぱここは久々に景品獲得しときたいなと思って、その動画的なことも配信者的なこともあるんですけど、やっぱ個人的にはこの半年ちょいですか、まあお世話になったので、この乙女神楽というゲームに対して、まあ、その恩返しじゃないですけど、それをちょっとやっていけたらななんて思っております。まあカレンダーですからね、使えるやつですから。まあアクリルスタンドとかもうちゃんと飾ってますよ。こっちに棚あるんですけど、こっちにちゃんと飾ってあって、でシールが貼ってはないんですけど、でも一応なんかクリアファイルみたいなやつに全部一個一個綺麗に並べて、クリアファイル閉じてなんか鑑賞用として置いてますんでだから普通に使えるものは欲しいなぐらいな感じですよね。で前回の時計とかも実は欲しかったんですけどね、前回ちょっといろんな事情があって僕できなかったんで、今回ちょっと久々に確定枠入れたらいい感じです。はい、そんな感じです。ただの報復動画になってしまったんですけど、こんな感じでちょっともうちょっと頑張ってみようかなっていうふうな感じでございます。まあ土日一回乗り越えてるんで、次の土日さえ乗り越えればあとはちょっと楽になるかな、かな、なるかな、なりますねきっと。とこれイベントが何日までだっけ、14か、ちょっと遠いな。あでも約1週間後か、まあ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 って感じですね。まあ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 なんで、頑張りたいと思います。はい、以上で終わりたいと思います。ご視聴どうもありがとうございました。チャンネル登録の方よろしくお願いします。じゃあまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。